Thank you.
ずや、ちっちゃ。釣りに行ってから4日経ちました。で、この水槽に入ってるのが淀川で釣れた謎の魚が入ってる水槽です。この謎の魚なんですが、大きくなって何の魚か分かるまで飼育してみたいと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。